ぞみ52号東京行きですね。10編成のぞみ52号東京行きです。 JR 西日本編成ですね。小倉です。ご乗車ありがとうございました。この列車は17時10分のぞみ52号東京行きです。次の停車駅は広島です。閉まります。閉まるドアにご注意ください。またいたぞ。で、サマドリバー52号、のぞみ52号、ドアが閉まります。サービスショット。なかなか発車しないな。どうしたんだ。接続待ちとかじゃないよね。次のやつに回せばいいもんね。あら、どうしたんでしょうか。のぞみ52号定刻ですが発車しませんね。あ、発車ですね。歯切れの悪いブレーキ解放音でしたけど、はい、のぞみ52号、発車していきました。お、ちょっとあれはスプリームなんで早く、ちょっと何でもスプリームの撮影したいから早く行ってくれよ。下り線のね、のぞみはスプリームが入線してまいりました。ちょっとこのロスはちょっと急いで加速して、スプリームが、のぞみ33号スプリームで来ましたね。 J の10編成かな。そう、俺のスプリームの撮影を妨害しやがって。まあ JR のね、理由があるんでしょうけど。のぞみ33号、すごいね。音がすごいな。あ、この連結のところの、ね、配線が綺麗ですね。J10 編成、N7 スプリームですね。のぞみ33号、N7 スプリーム。あ、
あの車両がもうちょっと早く出てくれれば取れたんだが、なかなかうまくはいかないものである。バイひろゆき Z A700 スプリームの J10 編成ですね。初のお見えかな、これも J10 編成。そこのね、配線が綺麗ですよね。連結のとこ、こんな感じ、このラインフェッチといいますか。そこ汚物タンクがありますからね。はい、ちょっと入線シーンが綺麗に撮れなかったんです、スプリームなんですけど、まあ、最後スプリーム入れてよかったな。私が乗ったのはのぞみ48号で J9 編成のスプリーム号でしたけど、これは J10 編成ののぞみ33号博多行き。アンテナの形状もね、今までの N700 系とちょっと違いますね。サメみたいなアンテナになってますね。ライトもね、また形状変わりましたね。はい、でも次小玉号がね入っていきますけど、もう僕ちょっとスプリームを今日2本見えたんでお腹いっぱいです。あの回送列車、こちらね、こだま864号が岡山県入線してきますね。はい、こんな感じでね、今日も新幹線スプリームも2本、1本は乗車できてよかった、海道府回送列車ですね。こちら D7 編成回送列車レールスター。撮影できましたので、これで終わりたいと思いますね。はい、以上ひろゆき Z でした。ありがとうございました。のぞみ52分1分遅れですか。やっぱり1分遅れ、52号1分遅れ。はい、ひろゆき Z でした。